紅葉ベアは日本にかつて存在したスポーツシューズ会社。本社は神戸にあり東京と京都に出張所を開設していた。紅葉ベアはシャープマンと呼ばれる最初の卓球専用シューズを作ったと考えられている。シャープマンは日本の卓球選手で世界チャンピオンにもなった小木村一郎がデザインし彼の協力の元市場に出された。小木村は 卓球のプロとして、グリップ、軽さ、履き心地など、卓球選手の特別なニーズに応じるようにシャープマンをデザインした。シャープマンの特徴は、白のキャンバス生地に、靴紐のハトメと足首及びに、かかとの上円部分に沿って、平行に走る2本の青い線。シャープマンを履いていた選手の中には、伊藤修をステラン・ベンクソン、ハンス・アルセア、シェル・ヨハンソン、 ジョージ・ブレスウェイとパク・ヨンスンなどが含まれる。紅葉ベアは第30回世界卓球選手権ミュンヘン大会においては卓球米国代表チームにフットウェアを提供していた。また、後にピンポン外交として知られるようになる1971年世界卓球選手権名古屋大会での歴史的な出来事において重要な役割を担ったグレンコーワン選手もシャープマンを履いていた。 小木村も世界チャンピオンに輝いた時にこのシューズを履いていた。イギリスでは紅葉ベアーのシャープマンは卓球用具のブランドであるジュラと共同でシューズのマーケティングが行われた。ジュラと共同で発売されていたシューズは紅葉ベアーシューズとして売り出され紅葉ベアーのロゴに加えてジュラのロゴも付けられた。紅葉ベアーは卓球専用シューズに加えて バスケットボールなど、その他のスポーツ専用のシューズも開発していた。ABC、テーブルテニスジャーナル。テーブルテニスジャーナル10、47、ABCD、ザ・ホー・ガットン・ワールズ・ファーストテーブルテニス州。スウェイスリング・クラブ・マガジン・イシュー107、オクトーバー2019ページーズ42から45、HTTPS。 www.yump.com,en, document, lead, 62848,209, スウェイスリングオクトーバー -2019 の 107, 卓球ジャーナル。卓球ジャーナル7月号 ,30ABC, テーブルテニスニュースオフィシャルジャーナルオブザイイングリッシュテーブルテニスアソシエーションページ37。2020年1月12日閲覧。 テーブルテニス、レポートナンバー、5、1972カバー。テーブルテニスジャーナル、ヒストリーオブユーステーブルテニス、クレツペースインディペンデントパブリッシングプラットフォーム、卓球ジャーナル。卓球ジャーナル7月号、30、ふんふんふんマガジン。 ふんふんふんマガジン 1https コロンスラッシュスラッシュ made-in-wonter.com スラッシュアイテムリテール php アイテム,ム id="3761」ありがとうございます。